横浜港に停泊しているクルーズ船について、ウイルス検査でおよそ10人の乗船者に新型コロナウイルスの感染が確認されたことがわかりました。ご覧いただいているのは、そのクルーズ船を上空から捉えた映像です。大型客船ダイヤモンドプリンセスの乗客乗員はおよそ3700人で、おととい夜から検疫が行われています。 また、発熱などの症状がある人やその濃厚接触者、合わせて133人から検体を採取し、ウイルス検査をしました。厚生労働省によりますと、症状がある人の検査は終了し、およそ10人の乗船者に感染が確認されたということです。こちらは現在のそのクルーズ船の様子なんですが、クルーズ船の隣に海上保安庁の船が停まっているのが見えます。 ちょうど人の姿も確認できますね。クルーズ船の感染者およそ10人をこれから病院へ搬送するところとみられます。横浜消防によりますと、この後10人を病院へ搬送する予定で、横浜港にある横浜海上防災基地で待機を始めたということです。